はい、どうもこんにちは。本日はこちら、これは ADSL 用のモデムですね。 NTT さんのフレッツ ADSL 用のモデムになります。前回ご紹介しました動画の通りですね、2023年1月31日をもってフレッツ ADSL サービスが終了となりました。でですね、我が家の場合このモデムとかスプリッターの機材なんですけれども、レンタル契約ですんでね、まあ、買い取りっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、レンタル契約の場合ですね、サービス終了に伴いまして返却が必要ということでね、 NTT さんからご返却キット在中と書かれました封筒が届きました。でこれ宅急便とかじゃなくてね、 U パケットで届きましたので、受け取りに際しまして在宅している必要がないんですね。印鑑とかサインは不要で郵便受けに投函されておりました。でこのですね、ご返却キットなる封筒の中身ですが、こちらのね、厚紙封筒、これ結構しっかりした厚い紙で作られた封筒なんですけれども、ご返却袋と書かれているこの封筒が同封されておりました。でこれにこの機材一式をね、入れて返却すれば OK かと思うんですけれども、そして送付方法ですが、 U パックのラベルですね、シールラベルも一緒に同封されておりました。こちら送料着払い用のラベルが入ってましたんで、まあこの袋のこの部分に貼ってくださいって書かれてますんで、ここに貼って、郵便局の窓口か、あるいは集荷を依頼すれば OK ということかと思います。着払いラベルなんでね、返却に際して送料はかからないということですね。そしてでですね、これ実はね、我が家のこのモデムなんですけれども、3回くらい交渉して交換しておりまして、交換していただいた時ね、担当者の方が直にね、自宅に持ってきてくれたんで、箱がないんですよねむき身の状態で、交換していただいたんで、箱がないので、まあ、プチプチですね、エアキャップで一応精密機材と封筒にね書かれてましたんで、エアキャップで巻いて、返却袋に入れて返却しようかと思っております。そういったわけで今回はですね、この NTT のフレッツ ADSL サービス終了に伴って、レンタル機材、我が家の場合ですけれどもね、レンタル機材返却用の袋が送られてきましたと、そういった話でございました。ではまた。